今回はその2の続きを話しますね自分と全く関係ないことでも自分のせいにしてしまう YouTube を聞いてくれているあなたも私と同じように何でも自分のせいにし,、ま、してしまってませんか普通人間って自分が可愛いんです子供は神様に近いので子供を見てるととっても分かりやすいです子供って ののせせいいとか誰っって言ったりします。もし私みたいに自分のせいだと思うことが多かったら誰か特定の人の被害に遭っている可能性がすごく高いですカウンセリングを受けて自分のせいだと思うのは毒父と毒母の洗脳のせいだということが分かりました。先生から、 どんなことがあっても絶対に自分が悪いと思ってはダメだということを教わってもう何が何かあったら何が何でも毒父と毒派のせいにするって決めましたでもこの潜在私の中の私の潜在意識というところは自分のせいと思うのでなかなかできないんです読もうだけだから簡単でしょうと思うでしょう なななかなかでできないんです私自身こんなこと簡単にできるって思っているから全然できないでも今日の今日2021年10月31日の天皇賞でできたのでこれ2,000円以上の価値があるなと思いましたこの続きはまた次回話しますねまた来ますね